皆さんこんにちは。 JLPGA ティーチングプロの後藤由美子です。木山理央です。11歳です。好きなプロゴルファーは青木セレナプロです。どこが好きかというと、アプローチとパターがすごいところと、かっこよくてかわいいところです。私もセレナプロみたいなプロゴルファーになります。後藤先生に質問です。練習が嫌いです。でもゴルフは大好きで、プロゴルファーになりたいと思っています。どういう練習をすればプロになれますか？そうだね、練習ってつまんないよね。確かに私も練習嫌いでした。でもリオちゃんいいなと思うのは、練習嫌いなのに練習をしなくちゃプロになれないっていうのが分かっているから、どんな練習をしたらいいのかなっていう質問なんだね。それはきっと今やっている練習の仕方がつまらないから続けられないんだと思うんだよね。なので練習の方法を少し工夫してみるといいと思うんだよね。ということは、例えば10回続けて打つまではやめないとか、きちんと目標目的のある練習をすることが、それをクリアできた時に楽しくなったり嬉しくなったりするはずなので、ただボールをポン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 打ったりするんじゃなくって、きちんと目標目的を持って練習をこなしていけば必ず成果が出てくると思うので、練習嫌いも克服できると思いますよ。頑張ってください。中川優香です。7歳の1年生です。好きなものはゴルフといちごです。後藤先生に質問です。先生はどんな練習をしてプロになれたんですか？教えてください。プロになるためにはたくさんの練習をしなくちゃいけないっていうことは、多分ゆうかちゃんもわかると思うんですけれども、私はその中でもアプローチとかバンカーの練習をいっぱいしてプロになったと思っています。なのでゆうかちゃんもまずは自分はどのクラブが好きなのかなって思って、好きなクラブ、得意なクラブを自分で決めていっぱい練習してくれるとゴルフが上達すると思うので、頑張ってください。